前、柴竹氏は、日本の彫刻家。現在日展大参加彫刻会員、日堀店運営委員、研究者編集委員、白日会彫刻部会員、白日会関西支部副支部長、大学美術教育学会総務局理事、筑前国理事、学会者編集委員。学位は、修士筑波大学、2000年。 国立大学法人兵庫教育大学大学院、学校教育研究科教授、学校教育学部教授、大学院連合学校教育学研究科博士、家庭教授、国立大学法人なら教育大学教育学部、非常勤講師兼任、筑波大学附属霧が岡洋語学校高等部教諭、兵庫教育大学実技教育研究指導センター、助教授、 兵庫教育大学大学院学校教育研究科、助教授、兵庫教育大学大学院学校教育研究科、准教授などを歴任。1972年生まれの日本の彫刻家である。また、長祖、素病、美術解剖学を専門とする美術教育者でもあり、筑波大学附属切りが岡陽子学校や、国立大学法人兵庫教育大学、 国立大学法人なら教育大学などで教鞭をとっている。大学での授業担当分野は、長所素行、美術教育学、特別支援教育、論文執筆法等、広範囲を占めるほか、塊の構築を軸とした造形実技、並びに造形原理、造形論、造形教育論で高い評価を得ている。また、自らの専門分野、 経歴、担当授業から研究は学際的要素が強いのも大きな特徴であり、実に、論文、教育をリンクさせた研究方法にも定評がある。1972年に生まれた。大阪府により設置、運営される大阪府立戦国高等学校を経て、1993年4月に国が設置、運営する滋賀大学に進学し、教育学部にて学んだ。 教育学部においては、小学校教員養成課程の美術専修に在籍した。1997年3月、滋賀大学を卒業。それに伴い、学士の学位を取得した。以降は、科目通り修正として1998年まで在籍した。同年4月、国が設置、運営する筑波大学の大学院に進学し、芸術研究科にて学んだ。 芸術研究科においては、美術専攻の調査分野に在籍した。2000年、筑波大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。2000年4月からは、大学院の芸術学研究科にて学んだ。芸術学研究科においては、芸術学専攻の芸術教育学分野に在籍した。2003年、 筑波大学の大学院における博士課程を単位取得退学した。文部科学教官として母校である筑波大学に採用され、2003年4月に付属ギりが岡洋語学校にて高等部の教諭に就任した。2005年4月、同名の国立大学法人により設置、運営される兵庫教育大学に転じ、実に教育研究指導センターの助教授に就任した。 2006年4月、大学院の学校教育研究科の助教授が本部となった。また、学校教育学部の助教授も兼務した。2007年4月、職位が助教授から准教授に変更となった。それに伴い、学校教育学部においても、准教授を兼務することとなった。2020年4月、 兵庫教育大学の大学院にて学校教育研究科の教授に承認した。それに伴い学校教育学部においても教授を兼務することとなった。なお、兵庫教育大学の大学院には複数の国立大学によって構成されている連合学校教育学研究科も設置されている。こちらの博士課程においても教鞭をとっており、それに際して年月に いわゆる d 号を取得し、2008年9月には、いわゆる d 丸愛を取得している。また、それと、並行して他の教育、研究機関でも、教弁を取っているほか、2012年には、国立大学法人表も教育大学にて、第1回優秀教員表彰を受けている。同名の国立大学法人により設置、運営される、奈良教育大学においては、 2020年より講師を非常勤で兼任している。全市はゼミの卒業修了生に関しては、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、国立大附属特別支援学校教諭のほか、大学教員になったものや、彫刻家、日展に複数回にわたり入選し、学長検証を受けたもの筑波大学大学院や神戸大学大学院にて、 博士の学位を与えられたものと多岐にわたるのも特徴である。そして、大学美術教育学会にて有識者会議として設置された教科内容学検討委員会で調査部門の代表委員を務めたほか、社会貢献として母校の筑波大学に招聘され、筑波大学調査展第20回記念展にて公開公表会講師、神戸大学大学院博士課程にて 学外学院審査員、広島大学大学院発達障害事業にて、講演会講師、佐賀五流研修会講師、日展における作品解説委員、日堀店における作品解説委員等を務めた。インプビゼーション系音楽にも精通し、楽器の演奏に長けており、筑波大学附属ギりが丘用語、学校系音楽部顧問を務めたほか、現在、兵庫教育大学で、 K 音楽部顧問を務める。ありがとうございます。